無理やりここで立てるか。あ、ちなみに今日風呂入ってないんで、髪の毛とか顔とか油っぽいんすよ。ガン決まりだわ、ほんとガン決まった、これ。あー決まるわこれ。うわー、ガン決まり。もうさ、もう僕マジどうしたらいいか分かんないっす。皆さんどうしたらいいと思う？俺もう無理だよ。なんか配信やっててももう未来がもう見出せない。もう俺本当にね、限界だと思ってる。本当に過去いろいろ俺がやってきて、その時ファンになってくれた方とか、そういうね、あと YouTube の天才で今日俺に興味を持ってくれた方がふわっち来て、でも俺本当にもう最近何もやってないし、やる気にも起きないし、もうそういう人が残って、中にはお金投げてくれる人がいるっていう段階で、正直限界を感じてる本当に。でしかも配信やってても全然面白くないし、もうね、ほんと絶望感しかない、ほんとに。すいませんって謝れた。すいません、謝られちゃった。いや、むしろ俺の方がすいませんって感じだけど。頭かいい。ほんと風呂入ってないからね、めっちゃ油っぽくない？頭かいい。かいい。頭かゆいよ。風呂入ってないもん。風呂入ってないもん。頭かゆいよ。超油ぎってるよ。俺までこれからどうしたらいいの？もう無理だよ。過去いろいろやってきて、そのもう名残ではない、なんて言ったらいいの、そのなんか、その時俺を知ってくれた人がとどまってるだけじゃもう限界だって。本当にこんなさ、ふわっちなんて小さな世界でさ、もう限界だって。本当にもう何もできない俺。どうしたらいいの俺。もう本当に限界です僕。どうしたらいいんですか本当に。もう無理だよ。もう無理。コラボ、いやコラボとかね、そんなあんまり僕は人の力は借りたくないし、あと絡みたいってやつがあんまいない。俺今
一番好きな配信者直樹になっちゃったあいついいやつだよマジで、本当にあいつ超いいやつだ、あいつ超いいやつや。いや、なんかとあるリスナーから聞いたんだよ、とあるリスナーがなんか直樹の枠を見てたらしくて、ちょっと前に。でその時なんか直樹が俺のこと言ってたの聞いてたんだって、うん、なんかね直樹って火薬だるね、火薬だる、うん、火薬だるが言ってたらしいんですよ。あのなんかまあ今回火薬だるが俺ん家に来ましたけど、あのまあ普通にあっちから誘われたんですけど、行っていいとか言って、でまあいいよっつって行ったんすよ。まあ俺過去にね火薬だるん家も4年前ぐらいに行ってお邪魔したこともあったし、まあ俺だけね行ってこっちだけ上がらせないってのもあれだし、まあ別にね、まあ別に直樹のことはそんな嫌いでもないし、いいよっつって普通に言ってきたんだけど、であいつねなんか俺にさ、なんか春日枠やりなよとかめちゃめちゃ言われたんだよね。なんかその誘いの DM があった時もなんか春日枠やっていいからねとかって言われて、いや別に俺はいいよって言ってんだけど、なんかすげえ俺にやらせたがるんだよあいつ。うんで後々ね、俺のリスナーがなんか LINE してきて、でなんか火薬だるはその、まあ、俺と絡む前に俺とコラボするみたいな話を火薬だるが言ってたらしいのよ枠で。でその時にそのリスナーが聞いてたのをなんか LINE で送ってきたんだけど、昨日だか今日だかなんかさっき送ってきたんですよ、うん、昨日だったっけな、なんかその LINE を見てなかっただっけだっけ、まあ、わかんないけど、まあ、確認したのは今日なのよそしたら火薬だるはなんかこう言ってたらしい、なんか俺、まあ、火薬だるが自分が言ってたのね、俺がすごいなんかもうすごいふわっちとかでかそっててどうにもなんなかった時に、誰とコラボしたか知らないけど誰かとのコラボで、なんかコラボでなんかその閲覧がドカっていって、でそっからなんか閲覧がだんだん増えてって今こんだけ人が来るようになったみたいなことを言ったらしいの、ね、で春日も、まあ春日って俺ね、うん、俺春日も今こうすごい閲覧落ちてるけど、でも何もしてないだけであいつはすごいもともと面白くてニコ生でもすごい人集めてて、うん、でなんか、まあ、やる気ないのかもしんないけどあいつもなんかもう最近もう人がねいないから、で俺が俺って火薬だよね、うん、俺がそのコラボとかでなんかそれコラボきっかけで閲覧とかドカって行ったりとかしたから、あいつもなんかねコラボきっかけでね、またそうやって人が集まったりすればいいなみたいなこと言ってたらしいのよ。だからあいつは俺にあんだけ枠を入る日やれよって多分言ってくれてたんかなと思って、あいつめっちゃいいやつだと思って、で俺その配信見てなかったから、うん、それをとあるリスナーが DM じゃない LINE で送ってきたの。まあ別に、まあ名前隠さ、まあそのリスナーは、まあ別に名前隠さなくてもいいけど、まあ、てんてんさんなんですけどね。まあ別に隠す必要ないから送ってきたやつ。てんてんさんがなんか久々に LINE してきてさ、なんか火薬だれがそういう風に言ってたよとかって言われて、あ、そうなんだと思って、あ、だからあいつ俺にあんだけなんか枠取らせようとしたんだと思って。で、その時は俺知らんかったから、そういう風な火薬だれのその枠見てなかったからさ、うん、でもなんか昨日だか今日だかその LINE を見た時に、あ、 LINE 送ってきたのが昨日だか今日で、俺確認したのはちょっと今日の朝昼ぐらいだったかな、昼過ぎぐらいだったかな、忘れたけど、それ見たんですよ。そうやったんやと思って、うん、火薬効果切れの早すぎ、まあ何もやってないからね、うん、
やなんかさ、コラボ配信者とかがさ、なんか自分一人で沸かせられない人がなんかこうよく使う手がさ、閲覧あるやつと絡んで、でなんか別れた後も結局そいつの名前とかさ、そいつを濁わすようなタイトルとかして、で枠を開いてみたらそいつの話題ばっか出してたりとか、そうするとそのコラボ相手のリスナー流れてくるじゃないですか。なんかよくそういうやついると思うんだけど、別に俺はそういうね、まあ、直樹のそういう気持ちめちゃめちゃなんか嬉しかったしね。まあでも別に俺はそういうことあんましたくないし、うん、まあそんなことはどうでもいいんだけど、でもあいつそんなこと言ってたんだと思って、うん、ちょっと感動しちゃいました。しかもなんか俺がね、もう最近あんま稼いでないの知ってる、っていうか、まああのほらマンスリーとかも全然だから、そういうのを気にしてくれたのか知らんけど、なんかすげえ奢ってくれたりとか、熊谷まで送ってったら交通費5,000円くれたし、うん、あいつめっちゃいいやつやんと思ってあいつめちゃめちゃいいやつやんと思って、うん、いやそのなんかそういう風に言ってたの俺知らんかったから今日まで、うん、あそんなことも言ってたんだと思って、でそれでそんなこと言ってたっていうのを今日知って、あいつが俺ん家に来るまでのなんかその行動を見たら、あもしかしてそういう意図があったのかなって思っちゃって、あいつめちゃめちゃいいやつなんと思ってさ。